こんにちは、土の子です。ピクミン4続きやっていきましょう。オリマーの遭難記残り日数4日で一番最後ですかね。一番星の隠れ家やっていきたいと思います。さあ行くぜ、頼むぜ。マジで失敗できない、怖いよ。残り4日で綺麗に集められるんでしょうか。一番星の隠れ家はね、本編で最後にやった場所ですよね。結構広いけど大丈夫かな。でも残り4日だし、ピクミンは100匹いるし多分大丈夫なはず。ん、来ました。ブーン。え、ちょっと待って、あれこれさオープニングであったとこじゃない、この場面。あー、目が回るブーン。ここあれか、オープニングつながるんかこれ。バヤヤーン。にゃるほど。コーネル、このエリアはこれまでと何かが違うな。うん、わーい。待て、どこに行くんだ。女ちゃん全く一緒やんこれ。はおい、こら行くな。ああ、遊び始めちゃっためっちゃ既視感があるこらこら、仕方がないな、まったく。参ったな、ピクミンたちの様子もおかしいようだ。ひとまず彼らを呼び集めながら宇宙船パーツを探すことにしよう。よし行こう。モスちゃん、もう名前覚えたからね。さあ、オニオンの様子もおかしいだ。おい、おいで。まったくもう。さあ、おお、ピクミンたちがこんなところにいる。おーい、来ますよ。こっちは大丈夫。はい、ここにもいた。で、これを、おい、突進。はいはいはい。ちょっと待ってね。どっから降りるんだいと。まあ普通に降りていいのかな。よいしょ、少し怖いが降りよう。よし、さて、おーい、おお、下ろして、おーいおいおい、ちょっとそうだな、しっかりと。ん、こっちにも、ああ、遊んでやがる。はい、オッケー、おいでませ。ドゥーン。おーい。さあ、あ、ここに、ここの上いるか。はい、突進で揺らす。オッケー。さあ、ここ何してんの。ここに下になんかありますか。ああ、行けなくなってやがる。おーい。おーい。おいでー。さあ、この上にもいるな。ピクミンはずいぶん集まったが。登ってみよう。おーい、おいでーさあ、今どんぐらい来た。結構来てるけど、あらちょっと待って、ああ、いいのか、びっくりした今。ああ、ここ、なるほどな。ここは幻獣生物がいるからちょっと待った。で、ここおいで、ここおいでして、さあ、こっち側にいるかどうか。これは怪しくない茂みが動いておる。さあ、ここに今一体余っちゃってる。この上に、はいはいはい、あの原生生物ね。にゃるほど。これどこに、ああ、この子か。ちょっと原生生物は一旦置いといて、ここにもいるか。ん、あそこにもいて、ピクミンたちちょっと早めに。で、ここにいる。はい、おいで、見つけたぞー。さあ、さらにここにもいらっしゃる。ちょっと全体を見たいね、ほんとね。で、ここにあるけど、ちょっと一旦待って、全体を見せてくれ。
あれ待って、時間がなくない？時間の概念なくない？あれ？おーい、まだ一体？よし。で僕もここにピョーン飛んで、よし。これで、はいはいはい、こっち側。まだ上には行けない感じですかね、これね。時間制限なくなっとるやん。ん？はいはいはい。チューチューと。よし。おーい。こら、君たちおいでませ。95匹。さあ、あとどこにいるんでしょう。あ、ここにいるやん。おーい。100匹集まったよ。なんとか全員見つけたぞ。前はね、100匹集めんなくて、あとパーツを探すだけだ。さあ、どこに行ったんでしょうね。まあ基本的にはあれあるけど動いてないもんな。ふむふむ、なんかダイヤルまである。ダイヤルはでも開けたやつか。だからあそこの原生生物まずはたたきましょうってことだよね、きっとね。よし、頑張りまーす。これ怪しいよね。はい、おいでー。パーツを飲み込んでるのか？そうかも。あれ？ほら、いけー！ナイスー！イエイ！100匹は強いぞい！出た。なんだこれ、宇宙無線じゃないか。ついに見つけたぞ。このパーツさえあれば助けを呼ぶことができる。お、なんかいっぱいいますね。まあまあ、どうそっくりって言ったね。みんなあんな原生生物いつの間に。ピクミンやオニオンがおかしくなってるのはもしかしてこいつが原因なのか。そうなの。どうしようか。まだ運べないからパーツは壊れてなさそうだな。どこにいる？変な原生生物。はい、ここね。ちょっとじゃあ倒しに行ってみますか。おーい、爆弾を使うのも一つの手だな。じゃあそうしますか。こっちおいで。全然爆弾使うの一つの手じゃなかった。ほら、こんにゃろ、おいでませ。ほら、いいぞ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 。こんにゃろ、わかるんです、もう倒し方は。よし、ほら、ちょっと待って、この子か。ほい、危な。ほらほらほら、叩きまくる。ほら、どや、できるんです。ポワーン。なになに。ふう、なんとかピクミンとオニオンが元に戻ったようだ。大事な宇宙無線を運ばねば。よーし、お疲れ様。ちょっと待って、これもらっとこう。あー、時間が経ってるわ。大丈夫かな、あれ。
さあ宇宙物産運びましょう。お宝がここにあると。で、ちょっと待って、でも敵いるなこれ。敵にやられてないかちょっと心配で、あそこ、風が復活してるんで、はい、よし、オッケー。こっちはもう大丈夫で、ここ大丈夫かな、ちょっと心配ですねこれ。でまあ運んでもらって多分いけるんでしょうね、よくわからんけど。え、どうしたの、いけないんかやっぱり。なるほど、こっち側に行かねばならん、行かねばならんのかもしれん。あー、これか。ほら、よし、ちょっと待って、ここをまずやって、ここを花瓶袋を下ろして、よし、おいで。ちょっと待って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 、ほら、よし、こいつを、こいつをなんとか。え、大丈夫、拠点移せる、よし、すぐに移せる、オッケー、すぐに移せるのよ。さあここは吸ってもらって、もう時間ないな。これを行くとどこ、上消えたような気がする。さてと、はい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 、これであいつか、どうやるんだっけやべ、あー、どうやるんだこれ。ちょっと待って、あれ、これどうやるあら、これってどうやっていくんだろうな。なるほど、やべえ、こいつの倒し方わかんねえ。これダメだよなこれ。ピクミンがはぐれてる。え、どっかはぐれてる。うーわ、マジではぐれてんじゃん。マジかよ、しょうがねえな、ミスった。え、ちょっと待って、やばい、まずい、これまずいっすね、やべ、これミスったぞこれ。あのゾウさんどうやって倒すんだ、爆弾か、アイテムないと倒せないなきっと。よし、大丈夫ね、よっしゃ拠点戻ってないけど大丈夫だよね。お、ありがとう、ナイス、あーよかった、よし、宇宙無線を手に入れました。オッケー、アイス爆弾、あれどうやったらいいんだろう。こちらキャプテンオリマー、私も今宇宙に果てにある未知の星で遭難している、至急救助求む、この救難信号はレスキュー隊のもとに届けばよいのだが。さあ残り残り3日ですよ。
女性のパーツは集められるんでしょうか。勝負。まあでも半分はいけてるんで大丈夫っす多分。よし行くぜ。まあ一応舞台は整ってるんで行きましょう。これでね、あそこどうやって行くのかよく分かってねえんだけど。生命維持装置が切れるまであと3日、あまりもたもたしていられないな。そうなんですよ本当に。ここが終わり、ここはなんかありますね、穴ぼこがあると。うん、あれこんなん出てたっけ。じゃあこれを倒しますか。この穴ぼこ掘った後に、よし抜け穴、ああちょっと行ってみますか先に。のなるほど。あれ、あちょっとなんで。もう時間の無駄しないでほしいマジで。まあでもこれはいいことです。これをまず倒しましょう。はい、オッケー。ちょっと一旦資材を置いといてと、一旦こっち行っておきましょう。倒しといてね、倒しておいて悪いことはないと。ここスイッチはなくて、はい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 、なるほどこいつがいるんだね。うん、大丈夫。よし、じゃあ一旦ね、一旦ボタン、これボタンだっけ、ボタンではないと。で抜け穴がここここ、ああここにボタンがあると。 OK、これで多分白のゲートが開いたと。ふんふんふん、よしこれで資材が運ばれる。ちょっと待ってね、もうヒピクしかいないんでな、ここな。でここが、はい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 、なるほど。 OK、 でこれが5と。さすがに向こうの下はいないと思う。これアイスやったね。さてと、あそこにいるんだよな。なるほど、あれどうやって行くんだ、あれちょっとよくわからん。粘土橋の建築も終わったと。その前にでも待て、ここあれ行けてないか、これが、あー行けてない。どっから行くんだこれ、上はどこから行くんだろう。で氷ピクミンがいないといけないのこれ、あれ氷ピクミンがどこにいるんだ。ちょっとまあ行ってみますか。なるほど、なかなか難しいですぞ。氷ピクミンをどこかで探さなきゃいけないと。粘土橋はここで出来上がった。あこれパーツね、でこの上はない、変なやつ来てないよね、大丈夫だよね。でここに、ああこれ凍らされてるからいけるか。あぶねえ、氷ピクミンがいなきゃいけないわけではなかった。これを押すと、ここが開くようになった。おお、なんだこれ、なん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 、おいおいおい、ふざけんなふざけんな、なにこいつ、おい最悪じゃねえか、なにあれ、
最悪こいつ。こんやろ。危ね。危ね。おーい。こんやろ。てめえ。ほら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 。よし。いやー、やられた、マジで。いやー、ちょっとびっくりっすね。はいはいはい。で、下は行けたと。いやー、やられたなー。気持ちよくやられちゃったな。あ、ポイントだ。こいついたのね。なるほど。もう大丈夫？あんだけ見てたのにな。マジか。ああ、これでいけるんか。よしよし、これはいけます、いきましょう。大丈夫ね。ほら、これは大丈夫なんだけど、ひっくり返すのか、あそこな。よし、大丈夫か、これ運べるか。一応ちょっとチェックしとこう。ここと、じゃああそこ、残りはあそこ、爆弾で壊せってことなのかな。それぐらいしかないよね。見る？まだワンチャンあるから、時間は。おーい。え、嘘でしょ、ちょっと待って。まずいな。え、どうしたらいい、これ。あ、オッケーオッケーオッケー、いけたやん、いけたやん。ちょっと大丈夫これ。いやー、ちょっと怪しいかも。ごめん、これもう大丈夫だから。18、大丈夫かこれ。こっち残ってる。マジかよ。間に合わんのか。マジっすか。最悪。くそ、悔しいっす。一匹、ごめんなさい。リペアタイプネジ、外貨カウンター、クロノスリアクター、ただものではないネジ、パイロットの椅子ゲットです。さあ、残り1個ですけども、もう終えてるので大丈夫でしょう。私に残された時間はあと2日だが、ドルフィン号の完全修復まであと少しだ。レーダーマップを使ってパーツを探していこう。さあ、よーし、一応1日は余らせてクリアすることできそうですね。行きましょう。さあ、パーツは終わったが、あれ、オニオンがハテナハテナだけど、さすがにないよね、もうね。あと2日か。いつも以上に急がねばな。これ匂いいけるかな。あります？あー、匂いないね。オッケー。あ、ピクミン連れてってねえや。ピクミン連れてってなかったっす。よし、最後のパーツ
ゲットだぜ。どう？おお、ピカピカ、新品のような輝きになったぞ。でででーん、エネルギーも満タンなのかどうかわかんない動きが激しすぎる。ついにやったぞ、ドルフィン号の修復完了だ。これでこの星から脱出できる。さあ帰ろう、家族の待つホコタテ星へ。これで帰れることになったってことで、漂流してないってこと？結果はこれ可愛すぎる。ちょ待って、このピグミンが可愛すぎるんだけど。マジで横になるの、バイバイの証あれ。うーん、あーいいのか。またねー。でもさ、モスがなんか体調が悪いとか言ってなかった？でももう連れてかないんだね。連れてってる？どっち？なんかあ、でもなんか何、今何したあの赤ピクミン、羽を毛づくろいみたいなしたぞ。やったぜ。あっという間になんか本編でやった場所を一気に終わらせましたね。地下洞窟がない分あっという間って感じ。リリ君成功し、星から離れようとしたら知らぬ間に船内に潜り込んでいたモスが苦しんでいることに気がついたんだ。私は急いで引き返して着陸を試みたが、そこで生命維持装置が切れてしまった。なるほど、そういうことか。生贄みたいになっとるやん。あら、それでオニオンの中にまさかの、あら、あ、え、オニオンが葉っぱ人にしたの？どういうことだってばよ。もしかしてピクミンって、もしかしてドルフィン号完全修復。あーよかった、残り日数1日でした。うーん、死にすぎー。そういうわけで、この星に引き返したものも、ものの生命維持装置が切れて私は葉っぱ人になってしまったというわけだ。話を最後まで聞いてくれてありがとう。おかげで忘れていたことを思い出せたよ。葉っぱ人になっていた時、やけに気になる洞窟を見た覚えがあるんだ。確かこの近くにあった気がするんだが、え、どこどこ、あら、もしかしてこの洞窟のことですか？オリマーさんがお話をしている間にちょうど洞窟が見つかったんですが、どういうわけかあの洞窟にはレーダーの電波が反応しないようです。そのせいでこれまで見つからなかったんですね。一体あの中には何が、何だったんだ。最近変な夢を見るんだ。わしの弟子になったらいいものをやるぞと、白い葉っぱ人がそこの洞窟の前に現れる夢だ。どういうこと？あの日はあんなことか。え、ちょっと待って、遭難した話やるとまたそん、あ、すごあ、これがあれなんだ、自分の記録になってんだ、やったやつが。なるほどな、活躍を応援してるよ。え、どういうことだ、何が起こったんですか、どこに、なんだって、なんだこれ、なんてこった、またあいつがここにいるだと。何度この私の邪魔をすれば気が済むんだ。あいつったらあいつだよ、バーナードのことだ。私はセナ、今は雇われパイロットしているが、あいつとはいろいろあってね。あ、そうなんだ。セナとパイロットは何かしらあると。わ、羽ピクミン僕7匹しかいないんだな、やばいね。ほんでこれか、洞窟発見した、何なんだ、行ってみる、ちょっと見るだけ見てみようか、何があるんでしょうか。
発弾デメ、え何これ、発弾デメ班のねじろえ何これ、はい、ちょ、ま、え誰これじいちゃんじゃん。フォフォフォ、待ちくたびれたわい。わしに弟子入りしたいんじゃろ。わ、何も言わずにわしにはお見通しじゃ。わしは段取りを極めし者とでも言っておこうかの。ここには全部で10のお題がある見事達成すれば段位を授けようぞ。まあ久々の入場者だからの、とっておきの褒美も考えてやるわい。早速修行開始じゃ。厳選生物をすべて倒すのな。おい、ちょっと待って。あれ、段取り。厳選生物すべて倒せが出た。マジっすか。で、ここ、うん、こっちから行くと、これ、なるほどね。なるほどね。これなんだこれ。あ、これ毒キノコか。なるほど、なるほど。はい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 。はい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 。まあピクミンたちをいっぱいって感じで。よし、じゃあちょっと行きますか。待って、ここ何してんのこれ。ああ、爆弾があるのね。なるほど。ちょっとちょっとお待ちくださいよ。ほい。やべ。まずいな。死んじまっただよ。まずいだ、まずいだによ。はあ、マジか。で、氷が必要で、こっち。なるほど。よし、順調なようじゃ。これを倒しつつ爆弾もらってと。あとはこれ、ちょっとポケモンじゃねえや。またポケモンって言っちゃった。ここは開けなくて OK になって、はいはいはい、毒ね。白ピクが必要なのか。毒があって、はいはいはい、爆弾が必要と。なるほど。あと2分。さあここで燃える。よし、この壁壊した。はい、はいよ。で、あれは運んどいてもらってと。え、待って、どういうこと？今の段取りダメなの？これちょっと待って、これ上どうやって行くんだ？爆弾は分かったけど、マジ分かんねえぞこれ。え、どういうこと？あ、これはまあ別に壊していいってことか。そこはいいとして、
あー、こっから行けんのね。なるほど。やば。なるほどな、こっちにあると。いやー、やば。ちょ待って、マジで段取り悪い。マジかよこれ。普通にやられちゃったよ。やば。え、むずすぎじゃない？なるほど。失敗も糧になるだろう。くっそ。爆弾があそこにあって、爆弾を使わないといけないな、多分な。やば。ちょっと待って、これめちゃめちゃ強いな。これこそ爆弾使うべきな気がする。これめちゃめちゃやられちゃった。いやー、なんとか倒したけど。やばすぎる。カバン、あー、そうだよね、やっぱりやっぱり。うわー、惜しかったな。なるほど、ゴールドはできました。爆弾の、倒し方は分かった。で、上はそんなに難しくない。硬いやつが、どうやるのが一番いいのか。これ全部プラチナ取んなきゃいけない、それともクリアするだけでもいいのかな。めちゃめちゃ面白いけどね。段取りバトル。まずここは終わらせるべきなんだよな、速攻で。もうひどすぎる、マジで。むずっ。ほうほうほう。カムカム。これをもらう。こうして、いや、マジできつい、これ。いやー、マジか。いやー、しんどいな。これじゃあちょっと弱いのかな。やっぱもうあそこでやりながら下行かないとダメか。で、これはここを投げとくだけ。超マジ。よし。
もういい。するな。押し倒せる。オッケー。できました。オープナーギリギリ。1分49秒倒せました。いやー、ピクミンの犠牲はあるけど、なんとかプラチナを取れましたね。イエイ。よっしゃー。合格じゃ。別に何も言わないんだね。はい、ということで、すごいなこれ。葉っぱ先人の千人の挑戦状っていうのが出ました。今回はここでやめておくか。いつでも修行しに来るがよい。これ全部プラチナでいくとどうなるんだろうね。なるほど、ここで段取りバトルがいっぱいできると。オリマーの遭難期が終わったらそういうのが解放されるって感じでしょうかね。ふう、夕方なってんじゃん。え、もしかして、え、これあれなの、1日かかっちゃうのここ。嫌ですねそれは。それはなかなか嫌ですね。一気にやらないとダメだね。まさかレスキューキャンプの地下に1000人のような葉っぱ人がいるとはな。しかもあの洞窟に入ると夕方になるまで出られないみたいですね。その日は他のエリアへ探索できなくなってしまうか。じっくりと段取り力を鍛えるのもレスキュー活動には必要なことだ。用事があるときは洞窟に入る前に済ませておいてくださいね。先行ってくれよマジで。なるほど、まあ、とりあえずこれ解放したんで、よし、どうしようかな。段取りバトルにするか、ステージ新ステージに行くか、ちょっと迷うな。自由でしょ。全部プラチナで取ろうとすると結構時間かかりそうな気もするんだが。みんなおはよう。では作戦会議を始め る, るオッチの尻尾が治らなければこの星を出すことができません。スパニエルっていう獣医ならオッチを治せるかもしれないよ。新たに救難信号を見つけたエレンに彼女はいると思われます。オッチのためにスパニエル氏を見つけるのだ。アイコピーよ。しさてと、じゃあどうしよう、進めますか。進めながらちょっと息抜きに葉っぱじ仙人って感じなのかな、どうなんですかね。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。